どんでん、ニコニコする。かわいい。ニコニコで草。何は露天ねん。戦う顔してない、これはあかんよ。仏様やん。孫を見るおじいちゃん。阪神の才木が今季初先発で7回途中1失点の好投で今季初勝利を挙げた。開幕戦から2戦続けてリリーフ陣がフル回転している状況で完投指令も出た中での途中降板には悔しさもにじませた。監督の完投指令の話は何で知った？なんかツイッターで見ました。あれ？みたいな笑い。今日練習の時に7回まででいいぞみたいなこと言ってたんで、そしたら7回で変えられたんで笑い。自分も日曜日投げるとはいえ、しっかりイニング投げれるように準備していきたいなと。いきなり采配批判は草。わろた。投げ切る気やったんか。変えられたってはっきりわかるぐらいバテバテやったやろがい。言うやん、ベンチもそんなガチガチじゃないんやね雰囲気。どんでんっていじっていいんやな。どんでんって矢野とは違った気さくさあるよな。かわいい阪神ファンのおじいちゃんや。佐伯こんな感じなんか。佐伯はおふざけキャラ、藤浪にさらされてた。佐伯陽キャすぎる。佐伯って苦労人なのにめっちゃ陽やね。